日本鹿児島県鹿児島市魚美町魚美町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は8 9 1 0 1一2人口は2577人。世帯数は1090世帯。鹿児島市南部、脇田川流域の大地上に位置している。桜が丘に連なる高台にあり、全体が、新興住宅地である。町域の北方には、桜が丘、小原町、南方には、 東谷山、西方には中山が接している。町域の東部に、鹿児島市立、東谷山小学校、鹿児島市立、東谷山中学校が隣接して所在する。ウ尾町という町名は、中山町の旧正寺名、ウ尾に由来しており、ウ尾という地名は、漁師が山の上から魚群を探していたことに由来する。 1973年から1975年にかけて、現在の宇オ町の区域にあたる宇オミ県原一帯が住宅団地として造成された。1976年11月30日に、宇オが現団地の区域にあたる上福本町と中山町の各一部をもって、鹿児島市の町、宇オ町として設置された。1990年2月13日には、 中山町の一部が、宇おみ町に編入され、同年11月5日には、薄木町家地区及び上福本町薔原地区において、住居表示が実施されるのに合わせて、町の区域の再編が実施された。それに伴い上福本町及び中山町の一部を宇おみ町に編入した。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年、 以降の人口の推移である。鹿児島市立、東谷山小学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。